ということで、もうかなり特別な方に今回出まあ、ていただ随け分る。もう古い話だけどね。いや、でもそれはもうまだ誰も、超えられないものだと思いますので、すごい方にね、今回出ていただいているということをね、ぜひ皆さんにお伝えしながら、一つずつね、進めていきたいと思っております。最初にですね、今回の趣旨を少しだけ、共有させていただければと思っております。今回ですね、ブレイクスルー YouTube という企画でですね、まあ、特に昨今のコロナ、新型コロナウイルスによってですね、おそらく様々な影響を受けて、世界も混乱してしまった。どう今を乗り越えて未来に進んでいったらいいのか。特に経営者、リーダーが前を向いて進んでいかないといけないというときにですね、そのヒントをくれる第一人者からメッセージをいただきたいと。勇気を与えたいってですね、もう本当にたくさんの方からいろんな相談を受けるんですが、私だけではもちろん、その答えを出し切れない。その中でですね、本当に著名人、成功者にメッセージをいただいてみんなに勇気を届けたいっていう、そんな思いいいで、番組だね。ですね、こちらの質問です。ピンチは大チャンスなんだと、まあ、ピンチはチャンスだとよくおっしゃってますけども、今回もコロナの影響って少なからずあったんじゃないかと思います。どんなハンドリングをしてですね、これを乗り越えて前に進んでこられたのか。この代表のですね、前に進む力というかですね、周りに勇気を与える力はですね、たくさん聞いていただける方にヒントになると思います。ぜひ、今ね、どんな風に前に進まれているかお話しいただければと思います。まず、大ピンチは大チャンスっていうのを、僕は昔、10代の時に経験してるのね。それは19歳の時に僕、会社作って、資本金が50万円でスタートしたわけ。50万円。で、まだベンチャーとかアントレプレナーっていう言葉もなくて、なんかすごくこうアウェーな状態で始めたのね。でも振り返ると、今振り返ると、バブルが、要するに不動産バブルが弾けていなかったら、事務所も借りれなかったし、人も集まらなかったし、で結果、世の中が大ピンチの、そのバブル崩壊というね、ことが起きなかったら、今の僕は存在しないんだよね。だからよくあの当時は、いやー、バブルが崩壊してダメだったんですよ、みたいな人もたくさんいたけども、だけど、今でもどの業界においても、ちゃんとこう、成立してる事業っていうのは全てあるよね。例えば不動産屋さんでも今すごくうまくいってるところってたくさんあるわけだよね。確かに。だからその時にどう動くかっていうのがもうすごく大事で、例えばこのコロナが起きたことによって、ね、今もうその小さなカンパニーの方がちょっと有利になってきてるわけよ。有利なんですね。大きいところっていうのは、例えば国からの援助もほとんどないし、いわゆるこうあったとて、もうそのお金なんてもう意味のないぐらいのお金になってくるわけだよね。そうですかね。かってる経費が大きいから。だからもうすっごいこうストップさせられるような状況になるわけだよね。でも小さいところっていうのは、さあみんな大変だけど、まあ、みんな大変だけども、そこからこう復活する上では、マンモスが大変な時こそチャンスが来てるっていうふうにこう思うわけです。なるほど。ちなみに僕のハンドリングという意味で言うと、うちなんかでもすごくダメージがあって、そのダメージは何かっていうと、企画営業会社だから、ね、営業がストップしちゃうわけでしょ。会いに行けない。会いに行けない。で、全部それをリモートでやるわけだから、その大変なわけ。ね、でも、アポイントを取ったお客様のところには行けたし、ね、新規の営業はできなくても、アポイントによって紹介とか、そういうところはやっぱり、それなりにできたのよね。で、その、稼働率で言うと、70%ぐらいがキープできたわけ。僕はもう40%とか30%になるんじゃないかなと思ったけども、70%ぐらいキープできて、で、そこで、今まで全くやらなかったもの、まあ、ズーム。で、僕はもうまささ、に今。人は集ってなんぼだろうと思ったから、そのズームとかやらなかったけども、そのコロナの、ことによってズームとかやって、そうしたらものすごく良くて、ね、やっぱりそのハートトゥーハートでやっぱ人は会った方がいいことは間違いないけども、だけど今までだ僕が例えば支店に行く、その支店のメンバーと、語り合う、また違う支店に行って語り合うっていうのが、
あらゆるその本社の視点も含めてバーッと集まってきて、その一期一会みたいな、普通では一緒に飲み語らわないメンバーがバーッと来て、一緒にこうコミュニケーションできて、じゃあこれをどう乗り越えていくかっていう、さまざまなその話、課題について話ができたんだよね。それすごく良かったなというふうに思います。近藤代表もズーム飲み会とかされたんですか？めちゃくちゃした。されました。社員とも、ね、しかもズームでもいっぺんに何百人、はいはい、まあ、例えば1000人ぐらい社員がいるけども、はい、いっぺんに何百人やったらこう顔が見えないんで、はい、社内の場合は25人決めたのかな、うん、そしたら大体1枠でこう1画面に入れるわけ、はいはい、そのメンバーでやった。それを何回も繰り返しやった。そうですか、うん、この代表だとやはり膝を突き合わせてってイメージがありましたけど、そう、まあ、もちろんそれが一番なんだけど、はい、だけどこのコロナで学んだことってやっぱあるじゃない、はい、コロナで学んだね、その学んだ、まあ、その Zoom だけじゃなくてね、うん、例えば、研修動画を作って動画で家で勉強するとか、はいね、でもともと開発していたシステムがたまたまあったんで、7月の1日に、ローンするけど もうスマホで全部自分の成績や、部の成績や会社全体の成績や自分の仕事がどこまで今できてて、どこの過程で止まっているのかとか、それが、先月と比べてどうなのかとか、グラフかとか、ライバル設定して、そのライバルと自分はどの状況なのかとか、どの商材が強くてどの商材が自分は営業する上で弱いのだとかで、弱いっていうのを分かったらそれをポンと押すと、それに得意な人のスーパーボイスっていうのが聞けて、営業マンの別の、研修できるみたいな、ね、全部数値化がグラフ化されて、ちゃんと目で見て分かって、自分が今何をするべきなのかっていうのがシステムで全部分かると。これもたまたま作ってたのが、はい、7月1日にローンチするんだよね。あ、もうすぐ社内の管理システム、これ20機能とか40機能とか言ったかな、すごい機能があって、だからそういうのもやっぱりこう、なんていうの、今まではこれね、常識が、皆さん常識変わりました、うん、何が変わったかって言ったら、まず変わってはいけないものっていうのをこういう時に決めるんだよ、うん、例えば、集えるものなら集った方がいいし、はい、ね、集えるものは集ったらいいし、はい、ね、だけど それが無理であるならば、はい、それを諦めるんではなくて、どうすればいいのかと、うん、いうことだと思うんだよね、はい、この時代何が変わったかというと、事務所が、はい、今までは出勤して事務所にみんなが集って仕事するのが時間も決まってて当たり前だったじゃん。そうでしたね。ということは、人が多く採用しだすと事務所を移転しないといけなかったわけよね、うん、それを繰り返してきたわけでしょ、はい、でも今は、リモートを活用しながら今の事務所は必要なくなってきた。もっと言ったら、必要あったとしても、はい、いっぱいだった事務所引っ越さずにこのままさらに 30% ぐらい拡大できると、うん、人をね、はい、ね、でそういう風になってきたわけやな。そうですね、このコロナ直後にも新しいチャレンジということでですね、うん、ちょうど私も伺わせていただきました、一人しゃぶしゃぶ7代目これなんかコロナ知ってたんじゃないかなみたいなねこの企画力がすごいよねおっきってこの、お一人で、ね、できるそのセルフエステって概念も含めてですね、はい、この何でしょう、企画力のすごさっていうか素晴らしさっていうか、これちょっとまだ初めて聞くって方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと簡単にまずは説明していただいてもよろしいでしょうか。じゃあ、前段がしゃぶしゃぶだからしゃぶしゃぶから話しようか。ぜひぜひ、はいはい、ぜひ。ちなみに僕は前提で言うと、はい、しゃぶしゃぶが大好きなのね。はい、でよくやってます300、まあ、昔は、今も会食だから無理だけど、20代の時は365日のうちの200日ぐらいしゃぶしゃぶ食べてたの、で友達からのあだ名がしゃぶ中だったのね、はい、それちょっと放送禁止っぽいんですけど大丈夫でしょうか
それで大好きだったわけ、もともと。はい、はい。で、あの、大阪で50年続いている、はい。あの、しゃぶしゃぶ屋さんがあって、はい。もうそこが最強だったわけ。はあ。最強だったわけ。うん。で、簡単に言うと、もう独自の熟成肉で、ね、熟成させてるお肉なんだよね。はい。で、それに、まあ、わかりやすく言うと、その、柑橘系の秘伝のポン酢だったわけよ。で、これがまあ、1000円、2000円、3000円食べれると。はい。で、僕は、まあ、会食も多いから、今のこの年になったら、はい、その3倍も5倍もするようなしゃぶしゃぶに食べに行ってるわけだよね。うん。ね。でも、絶対そっちの方美味しいと思ってたわけよ。その1000円、2000円の方が。はで、この味が、もしできたら、自分用に欲しいなって思ってたわけ。うん。で、飲食に対して僕は興味がなかったし、素人だし、飲食や、まあ、ホテル行政、まあ、特に飲食店で、まあ、トータルで言うと6万件ぐらいのクライアントがいるので、はい、まあ、わざわざ僕が飲食するのもちょっとなんかこう素人が出てきやがって感もあるし、うん、自分の不得意なことはやらないというふうに決めていたので、はい、ずっと心の中でしゃぶしゃぶを食べたいな、あのしゃぶしゃぶを大阪で食べたいなぐらいだったのよね。はい、でそこでパッションリーダーズで、知り合った仲間になったその渋谷の、すき焼き屋さんがあったわけよ。はい。松五郎っていう名前のね。はい。うん、で、その社長が森っていうので、で、料理長が藤井ってやつやだけど、はい。で、それに、この味って再現できないよねっていう笑い話から始まったのよ。へぇで、そっから2年半かかったわけ。あ、2年半もやっぱり2年半かけて、僕がもうずっとポン酢の味はダメや、この熟成肉はダメやとダメ出しを続け、まあ、プロデューサーとして。はい、ね、もう言っていや本人たちがやりたいって言ったから、うん、じゃあチャレンジしてみるよで2年半かかってもうできないだろうまで行ったわけよ。へえ。それが2年半かけて完成したわけだ。はあ。じゃあ出そうと、うん、でお店はネキシズゼロといううちがファイナンスをして、はい、1億円まあスタートはもうあでやかに行きたいと、はい、これまで飲食経営者がやらなかったぐらいのそのなんていうの常識を破るようなものを作りたいっていうので作ったのがああいう丸テーブルの一人一鍋のしゃぶしゃぶやったわけよ、うん、で一人鍋っていうのは実は江戸時代に流行したのね。あ、そうなんですね、うん、その意識があって一人一鍋にしたかったわけ。はい。で遠隔で中に厨房の人たちが立っていて、はい、横並びで対面がないという、まあ、たまたまコロナに合う設計これたまたま、はい、すごいですになったんだよね。でそれがオープンして1週間と今日で1日目かな1週間1日、はい、だから8日目かな、はい、うん、ずっと100人以上並んで、はい、1日6回、まあ、5回転から6回転と、はい、昼間のランチは常に売り切れと。そうですね、うん、1日雨の日で1日だけ、売り切れならなかったけど売り切りごめんっていうことでなってるんだよね。これね、本当に美味しいので、しかもランチは980円から食べれて、もう衝撃ですね。うん、夜もお酒飲んでなんだかんだしも4、5000円じゃない、うん、バンバン追加肉しなければ。はい。うん、4、5000円で、まあ、2000何百円とかから食べれるから、多分全部入れて4、5000円やと思うんだけど、すごいです。ぜひ行ってください、皆さん。いや、感動する。行きましたけど、うん、衝撃的です。そう、初日ね、菅官房長官も来てくれたの。会食の後に。はあ。あの人、素晴らしい政治家だよ。いろんな話を聞いてるとね、はい、覚悟があってね、本当素晴らしい。ものすごい勉強家で、はい、まあ、来てくれたから言うんじゃなくて、はい、たまたま来てくれて、まあ、電話かかってきて、はい、今から行くよ、近藤君みたいな形で。はい、うん。でも、手軽に行けるんで、皆さんね。そうですね。あれは食べてみてほしいな、俺の。思います。渾身のしゃぶしゃぶを。そうですね。いやお野菜にしてもお肉にしてもあれだけのバラエティやしかも締めのラーメンがまたあれ肉いとやろラーメンあれはもう最高ですね。だって肉と野菜の味がもう凝縮された中に麺を入れて食べるからね、はい、ちょっと待ってこれ宣伝番組になるんだけど失礼しました。いや本当に感動したんです。しかもあのコロナがあってあの座席の配置とかを考えると、うん、本当にその時のために用意したんじゃないかって思ってしまうぐらいのまあたまたまだよね。
まあ、最近の直近のニュースで言うと、昨日のニュースだけども、はい、昨日うちがプレスリリースした、はい、やっぱり1年7ヶ月前に始めたボディーアーキ、はい、定額制セルフエステスタジオ、はい、月々1万円で使い放題と。すごい。いうことでね、これも昨日何発表したかって言ったら、はい、SBI が、まあ、今まで、DD ホールディングスとかね、湘南美容クリニック、ね、あのまっちゃんとかいかとか、はい、株主になってね、うん、こうやったけども、その後サイバーエージェント、そして昨日 SBI、はあ、で、10億円調達と、時価総額は39億円の価値と。すごい。ということで昨日発表したんだよね、はい、これもコロナの時は閉めてたんだよ、お店を。そうだったんですね、うん、今1年7ヶ月前に作って、今16店舗かな、まもなく20数店舗あるけども、すごい、それが、まあ、それだけの価値がついて、このコロナのこの状況の中で資金調達ができたということなんだよね。でこれはどういうビジネスモデルかっていうと、はい、エステって今まで 要するに何が言いたいかって言ったら、はい、発明じゃなくてビジネスって発見だよっていう話をちょっとしたいんだけど。ビジネスは発見、うん、発明って難しいじゃん、はい、なんか世にこの世にないものを作り上げるっていうのは、はい、でも発見っていうのは今あるものをさらにピカピカに磨き上げればいいんだよね。ピカピカに磨き上げる、そんな世の中にはいっぱいある、うん、わけだ、はいね、で僕がどのように考えたかっていうと、例えばエステって、まあ、ぶっちゃけこう人にやってもらって楽だけども、その高級店行くと、まあ、1回に数万円かかるとか、はい、それが2万円なのか3万円なのかかかるとかね、はい、でそのチケット買わないかとか、うん、結局何十万とか、もう下手したら何百万のお金がかかってくるっていうのがエステだったんだよね。で一方ジムとかはフィットネスやヨガは、まあ、毎月、会費を払えば、サブスクで払えば自分で頑張るっていうのがあったね、はい、うん、このど真ん中行ってやろうと、はい、なるほど。でそれどうしたかっていう と、最高のマシンを入れなかった、うん、要するにエステ行ったら数万円かかる最高のマシンを入れよう、1台300万円ぐらいする、はあ、それを20部屋個室を作って、でマシンだから自分でかけれた今、うん、でそれで iPad をその部屋に置いて、はい、部位別動画、お腹とか顔とか出てきて、はい、足とかで、それを押せば、はい、インストラクターが出てきて映像に、へえ、でその映像を見ながら自分でこうやってやる、もうスポーツ感覚でやると。なるほど。でこれが、まあ、月1万円でいけるので、ということはもうその他の店こんないいマシン入ってないね、1万円でできるとすごいんだけど、ということは月4回来たら2500円なわけやな、1回。なるほど。まあ、毎日も来れるんだけども、これ男性はダメなんでしたっけ。あ、これね、男性バージョンにその作るから、もうすごく声があるのよ、やってくれっていうね。ですよね。で、こう入るときもこう買い払ってるから、ピーって入ってピーって出るから、お金に触れることもなければ個室だから、はあ、これがまたコロナで、まあ閑散期ではあるんだけども大ヒットしてて、うん、6月15日に、再開したのね、お店も。うん、来てる数が新規の新規体験、無料体験の人と、はい、現会員さんで、この昨日まで、一昨日までかな、一昨日までで来た数が約3万5千件、はい、この時期にすごくないですか。そうなんだよ。だから話戻すけども、はい、今あるビジネスモデルを、世の中にあるビジネスモデルを、発明ではなくて発見で、これってこんな風に変えたら新しいなっていうようなものの考え方ってとっても大事で。なるほど。